ビデオアカマムービー08 Windows ムービーメーカー使い方解説 DVD の紹介。 Windows ムービーメーカーは Windows のバージョンによってムービーメーカーの機能が少しずつ異なっております。これから紹介しますのは Windows XP 版のムービーメーカー入門1、入門2およびビスタ版ムービーメーカー入門1、入門2でございます。 Windows ビスタ版ムービーメーカー入門1項目として、概要、プロジェクト作成、映像取り込み、カット編集、タイトル、テロップ作成などです。ビデオ編集ソフト Windows ムービーメーカー入門1ビスタ版。 Windows ビスタ版ムービーメーカーの概要。ムービーメーカーは Windows に標準で付属しておりますビデオ編集ソフトです。無料で使用できます。使い方も入門用で簡単になっております。これからビデオ編集を始めようと思われる方に最適なソフトの一つと思います。ビデオカメラとコンピューターを IEEE1394 ケーブルで接続すればすぐにビデオ編集を楽しめます。 Windows ムービーメーカーを起動いたします。スタート、すべてのプログラム、ムービーメーカー、これをクリックします。この画面が Windows ムービーメーカービスタ版を起動した時の画面です。素材を取り込みます。キャプチャーと言います。この取り込み、デジタルビデオカメラから、これをクリックします。まずコンピューターとデジタルビデオカメラを IEEE1394 ケーブルできちんと接続されているか確認します。ビデオのカメラが電源がオンになっており、かつ再生モードになっているかをもう一度確認します。でカメラをきちんと認識されますと、ビデオの読み込み、この表示が出ます。読み込みを行うビデオテープの名前を入力する。名前、オートムービー用素材、これからの作品の名前を入力します。これはプロジェクトと同じ思い出の麻生といたしました。で取り込み先はビデオというホルダーですということです。変更はしません。で取り込む時の形式、ファイル形式ですね。オーディオビデオインターレイブド単一ファイル、もしこれになってなかったらここをクリックします。でここに2、3ありますので、このオーディオビデオインターレイブド単一ファイル、これにしときます。で画面右下にあります次へクリックします。でビデオの読み込みの画面に変わります。ビデオテープ全体を読み込みますか、一部のみ読み込みますかと確認です。でビデオテープ全体をコンピューターに読み込む、これを選びますとビデオは最初まで巻き戻され、コンピューターにビデオテープ全体が読み込まれますと。これはいらない部分、失敗の部分も全部取り込みますので無駄になります。こちらのビデオテープの一部をコンピューターに読み込む、ここをクリックして黒丸入っているのを確認します。読み込む部分をビデオテープで頭出ししてから、準備ができたらビデオの読み込みを開始してください。ビデオテープの複数の箇所を読み込めます。こちらを選びます。再度次へクリックします。この画面がコンピューターに素材のビデオを取り込む画面です。今ビスタ版ムービーメーカー入門1、約55分の DVD の本の一部を紹介いたしました。次はビスタ版ムービーメーカー入門2、内容は切り替え効果と特殊効果、 BGM とナレーション、 DV テープに録画、ハイビジョン HDV をキャプチャー書き出しとなっております。その初めの部分を紹介いたします。 Windows Vista 版
Windows Movie Maker 入門に。これから切り替え効果の説明に進みます。切り替え効果の作業は、このタイムライン表示より、このストーリーボード表示の方が分かりやすいから切り替えておきます。クリック。切り替え効果は、この画面と画面を切り替えるその間、隣接部分に設定して特殊な効果をつけます。作品に変化をつけたり、この映像の明るさとかが急激に変わるのを和らげたりする効果があります。この画面上の作業の表示、これをクリックします。そして切り替え効果、これをクリック。この切り替え効果の一覧が出ます。この小さい一つ一つの映像、これがサムネイルと言います。そしてサムネイルに個々に名前がついております。どういうふうに切り替わるか、おおよそこの画面で表示されております。で、種類が非常に多いで、ね、見えない部分はこの右側のスクロールのバー、これをずっと下にドラッグしていきます。まあ、よく使います、このページカール右上、これはページめくりです。これを設定してみます。この上のサムネイル、小さい画面、これを設定したい、この2つのクリップの間、この小さい四角、効果セルと言います。ここにドラッグ&ドロップします。そうしますと、このサムネイルの絵がここに表示されます。設定されたという意味です。設定した効果を確認するには、この設定しました効果セルの右側のこの映像のクリップ、これを選択するためにクリックします。画面右上のこのプレビュー画面のこの再生ボタン、これをクリックしますと、今設定した効果がこのプレビュー画面に表示されます。クリック。もう一度確認してみます。クリック。今のがページカール右上で、 Windows Vista 版のムービーメーカーの説明はここまでとさせていただきます。Windows XP 版のムービーメーカーも内容はほとんど同じになっております。ハイビジョン映像を編集するには、マイクロソフト社のサイトから Windows Live ムービーメーカーをダウンロードしてインストールする必要があります。 Windows ムービーメーカーとは別のソフトになっております。パソコンは Windows Vista、Windows 7、Windows 8のパソコンが必要です。Windows XP には非対応になっております。なお、お問い合わせは画面の下の方に表示しておりますので、